こんにちは、ひまひよです。今日は節約食材で作るボリューム満点おかずを3つまとめて紹介します。ご飯がもりもり進んじゃいますよ。それではスタート。もういろいろ高くて困っちゃうよ。よし、今日はこれで節約おかず作っちゃうよ。助かります。長ネギをみじん切りにしてネギダレを作ります。醤油、酢、砂糖、お好みで輪切り唐辛子を入れてレンジで加熱ゴーゴー。軽く混ぜます。別のボウルにもやしを入れて蓋をして加熱ゴーゴー。そのまま蒸らします。ザルにあげて水気をよく切るよ。フライパンに豚こま肉と片栗粉を入れます。粉気がなくなるまでしっかり混ぜるよ。油を入れて火をつけて中火で両面カリッとするまで焼きます。器にもやしを盛り付けてカリカリ豚をのせます。小ネギを散らしネギダレをかけたらカリカリ豚とシャキシャキもやしのネギまみれの完成。たくさん食べれるぞ。うわうま。これで130円くらいだよ。わお。安くて美味しくヘルシー、白菜と厚揚げのそぼろあんかけ。厚揚げは一口大に切ります。白菜はざく切りにします。このまま芯の部分と葉の部分は分けておいてね。ごま油を中火で熱しひき肉を炒めます。肉の色が変わったら白菜の芯の部分と厚揚げを入れて炒めます。次に白菜の葉を入れて炒めます。しんなりしてきたら水、めんつゆ、砂糖、おろし生姜を入れます。めんつゆで味付け楽ちん、味がパシッと決まるよ。少し火を弱めて蓋をして弱めの中火で煮ます。混ぜながら水溶き片栗粉を加えてとろみをつけます。お好みのとろみ加減になるまで煮たら器に盛り付けて完成。くたっと柔らかい白菜に生姜の効いたそぼろあんが絡んで最高。ほっこりあったまる。ご飯にたっぷりかけて丼にしても美味しいよ。ピリ辛もおすすめ。ご飯泥棒。お腹ペコペコ。これで美味しいの作っちゃうよ。豚ひき肉、めんつゆ、焼肉のタレ、片栗粉、水、すりおろし生姜を入れて混ぜます。めんつゆと焼肉のタレで味がバシッと決まるよ。蓋をしてレンジで加熱ゴーゴー。お肉が赤いけどまた加熱するから大丈夫。ほぐしながらよく混ぜてね。もやしを入れて再び蓋をしてレンジで加熱ゴーゴー。ごま油を回しかけ胡椒を振って混ぜます。チャンネル登録よろしくね。小ネギと白ごまをパラパラしたらシャキシャキもやしのそぼろあんの完成。人参だもん。ご飯の上にたっぷりかけてね。もやしシャキシャキ、そぼろあんが絡んでうま。酸っぱ辛くしても美味しいよ。こりゃたまらん。おかわり。この動画が良かったなって思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録で応援してね。それではバイバーイ。